はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ今回はね、衝撃のニュースが飛び込んでまいりましたね、楽天モバイル3ヶ月無料、2月8日で突然終了、パーン、ね、いやー驚いたね。だって今日はあれだよ、1月の25日だよ。2月の8日って急すぎない？衝撃的のこのあと何半月前ね、2週間前の突然の発表なの、これびっくりしたね、これね。はい、携帯会社のニュースからね見ていきましょう。楽天モバイルの3ヶ月無料、2月8日で受付終了ということで、今日の10時39分ね、おじいも最初これ見た時はねびっくりした、これ本当優先してね、動画作ろうかなと思ったけど、この頃はプロジェクターの動画作ってたね、おじいね。はい、楽天モバイルは楽天アンリミット6プラン料金3ヶ月無料キャンペーンの受付を2月8日に終了する。楽天アンリミット6プラン料金3ヶ月無料キャンペーンは2021年4月8日に始まったキャンペーン、新規 MNP で契約あるいは楽天モバイルの MVNO サービスから切り替えるユーザーであれば、同社の料金プラン楽天アンリミット6が3ヶ月無料になる。同社は2021年4月7日まで1年無料キャンペーンを実施しており、その終了翌日から3ヶ月無料キャンペーンをスタートしていた。オンラインであれば2月8日23時59分まで、店頭であれば2月8日の閉店まで申し込めるということです。でもうすでにね、バナーなんかもねこのように切り替わっております。2月8日23時59分まで。でこれがね、なんで突然2週間前の告知なのだろうということで、1年間無料キャンペーンを1年間やったわけだよね、要は。であれは300万人までって言ってたけども、まあ、結局300万人達成したけども、まあ、切りよく1年やろうっていうことで1年300万人プラスアルファでやったんだよね。でその翌日から3ヶ月無料が始まった。要は12ヶ月無料から3ヶ月無料にちっちゃくなってね、キャンペーンをやったんだけど、これがなぜ4月の8日ぐらいだかね、までじゃないんだろうっていう、なんで2月の8日なんだろう、なんで10ヶ月なのっていう、って感じで、いや1年無料と同じようにこれもなんで1年やらないのって思わない？不思議に思わない？であとさ、3月の末までに、96% ねカバー率を実現するけども、でも要はね半導体次第だよなんて言い訳は言っていたけれども、じゃあなぜ3月31日までじゃないの、なんでこんな2週間前に突然のこの発表なのってなるんだよね。で本来だったらこれってね、次のなんか違うキャンペーンに切り替えるためにこっちの方を切って早く切り替えたいっていう、そういうふうにも考える人っているでしょ。でおじいも確かにそれは考えられるんだけど、時期的に春のキャンペーンのだいぶ前だし、なんで2月8日なんだろうなっていう、半端すぎない？なんかでね、メンバーズの方はなんとなく危機感持ってたと思うけども、花見さんのお話聞いてると、ほんとちょっとやばそうだよね。で楽天モバイルが速度がとか制限食らっちゃうとか、まあ一部夜とかね、でそういったのも結局ね、資金繰りがっていうね、未払いがとか、なんかそういう噂もちらほらあるみたいで、いよいよね、でなんか予定よりもまたね、いろんなお金が もっとかかるっていうね、だ最初の計画通りにいけない、KDDI に払うお金が思ったより高いんだよっていう、でもそれはもう3月末まで計算で言えばほとんど割れるでしょ、一部地域を除いてっていうことでね、
まあ、計画通り行ってるけれども、それ以外のものがもっともっとかかるっていうね。で、まあ、割当ての問題もどうのこうのなんかいろいろ噂もあるけれども、なんかねそんなことを言ってられない状況になんかなってそうだし、楽天グループちょっとまずそうじゃん。で、なんだっけ、フリーの、なんだっけ、ソフトも連動したくなっちゃったでしょ。何日をもってどうのこうの、2月何日をもって近くなっちゃうでしょ。それ困るよっていう人も結構いると思うけれども、ここへやってきてちょっと楽天グループがいろいろピンチになってきてるんだよね。で、これってやっぱりもう背に腹変えられないところに来てるっていうか、本当にこのままでいくと黒字の見込みがかなり先になる。すごい。当初予定していた、予定よりもだいぶ先になってしまうっていうね、まあ、そういうのもあるらしくて、いや、ここへ来て本当にガチンコでちょっと回収しないとってなってるのかもしれない。無料で3ヶ月なんてやってる場合じゃないよっていうね。で、それ2月の8日に終わるってことは、まあ2月が、まあ、中途半端だけども3ヶ月後の末だから、2月8日に締め切ったら3月8日、4月8日、5月8日の5月末まで無料の人がいるってことなんだよね、結局ね。だから6月から本当の回収が始まるってことなんだろうね。でさ、楽天モバイルといえばキャリアのメールもついてくるよっていうのが最初売りだったのに、結局あれも予定がなくなっちゃったでしょ。結局未定になっちゃってどうなっちゃったのって感じだし、でシステムボロボロで、 iPhone の着信次第ね問題があって、であれがじゃあ治ったのかっていうと治ってないっていう人もいるんだよね。で、逆にその反動でアップデートのおかげでアンドロイドの方も余計おかしくなったとかね、そういうのがある。もうとにかく総務省案件がすごいダーンってきている、ね、大丈夫楽天って感じだよね本当。で、あと去年の4月1日だっけ、4月7日までね、4月7日まで1年無料キャンペーンをやってたから、ね、4月7日に入った方は今年の4月の30日まで無料なんだよね。だよね。だからそのグループがじゃあ5月からは有料になるの。0円から2980円の消費税までのどれかになるわけなんだよね。そうするとどうするかだよね。どう残る人がどれぐらいいるんだろうね。え、なんでさ、1月の25日で2月の8日だから8の6、2、14日、2週間だよね。やっぱ2週間だよね。2週間だよ。これ2週間前に突然こうなのっていうね。だから1年無料組は5月から回収。で、3ヶ月無料組は6月から回収。ここなんだよね。だからね、そこのタイミング狙ってんのかな。でも1年間無料組が最後の最後の飛び込みで、確か去年の3月頃にもう300万人がどうのこうのなんて言いながら、あんだけね、もう終わりだまだ大丈夫って書き込みでバーってやって、3月4月の頭まで入った方で、あと悪いもんが広がったから予約がどうのこうのとかね、オンライン以外は予約がどうのいいよっぱね。で、そういうのもあったけども、大体3月4月に集中してるんだよ最後の駆け込みが。それ急げって感じで、で、あれが去年の1月か2月頃から今どんぐらい、まだ余裕あるよね、でもだんだんそうも言ってらなくなってきたぞみたいな感じで、カバレンスでね、
今何百万人、あともちろんあとちょっとあの1月の下旬から急にバーッと加速したんだよね。で2月3月でそうなんだよ。だから去年のちょうど今頃からおじいが2ヶ月間動画がブレイクする時がやってきたんだよね。懐かしいな本当。丸が1個多かったよね、あの時の1日のアクセスってね。1個動画つければ絶対に 2,3 千はあったし、当たると5,000、6,000あったし、1万超えるものもあったしね。最低でも1日10本ぐらい動画作ったけど、全部足すと2万とかね、アクセスが結構あったけど、今1日のアップした動画1本2本で合計で500あるかなどうかなぐらいだからね。いや懐かしいな、あれから1年か本当。ああ1年か、なんか夢を見たあの2ヶ月だったな本当。まあいいや、まあそれはいいとしてね。でその3月4月の頭までに入った駆け込みの方、まあ厳密に言うと2月からバーッと来てたと思うんだけど、でその方たちが1年迎えるのがちょうどもうすごい人数が一気に最後の駆け込みで何十万人だっけ、すごい人数が駆け込んだんだよね。とにかくびっくりするほど、あのわずか2月3月4月頭2ヶ月ちょっとの間にものすごい何十万人の方が一気にバーンといったんだよ。でその方たちが一気にバッと期限が来るわけで、このまんま継続するのか、それとも乗り換えてしまうのか。で楽天モバイルをメインで使ってる人はもうとっくに他に乗り換えてると思うし、使えないしって。でどうなんでしょう。でそれの結果が出るのが、そのおじいはなんでなんだろうと思うのは、3月の末までに 96% 一応行くっていう、まああのね、年度中にっていう目安でも言い訳がその半導体次第っていう言い訳があって、それがうまくいかなかったら遅れる可能性もあるっていう、最初にバリアを張ってるんだけど、でも少なからずともうギリギリのギリギリまで持ち込むわけなんで、そこがだから一応形式上なんで3月31日までっていうか、一応そこのとこを期待してる人もいるわけで、それまでにあ良くなった、あ繋がるようになった、あこれだったら継続しようかなってギリギリのギリギリのところまで引っ張って下げ止めなきゃなんないこの時期に、なんでその手前に切っちゃうんだろう。ちゃんと下がるようになる人が いるんでしょ、それともそこの見込みがなくなってるので、あと逆にパートナー回線がね、一定割合になったら引いちゃうんで、もうそれすらなくなったらもう全然漬物にならなくなって、もうしょうもないっていう方たちもいるわけでしょ。でそういう方たちは一応あの P30 ライトとかあの似たような端末をね一応貸してくれて、で別のとSIM2 枚入れて使えるようにして、でできたわけだけど、一応話し放題のやつにつけてくれて、で何十どれぐらいしたかな、使いたい方が20メガだかどのぐらいか分かんないけどね、そんな多くないけども、それを貸してくれてるっていうことらしいけど、それで、それがいくらお金取られてるのか知らないけど、それでいくらなの、日給パじゃないでしょ、それでね、いくらなのか分からないけど、いくら計算になるんだろうね。20メガっていうと、楽天モバイルって0から3まででしょ、で3から、どうだっけ、3から、なんか、20超えたら無制限だけど、20までは1980円でしょ。だ20の指紋を渡すってことは、20までのお金を取るってことかな。どうなの、代替機貸してもらってる人ってどうなの、あれ、ね、不思議だよね。でも、一番つなぎ止めなければならない、その一応次の目安、総務省に言った、その3月末までに、変わりそうっていうね、延期したっていう、だ年内見込み、だ最初秋の見込みから年内まで伸びちゃって、それが3月末までになったわけでしょ。だからここがもうダメだってなってこうなってるのか、いよいよあれなんだね、
こう寄せて寄せて、今までどぶりかけてバーンってやったものは寄せて寄せてちょっと切り締めていかないと、さすがに楽天モバイルやばくなったのかなって思うよね。この突然のこの中途半端なこんなのり終わり方すると、だ新しい何かが控えてるからっていうよりもなんかやばいじゃないのって思っちゃうよね。だって新しいものやるんだったら、どうしてあの新年度、どうして新年度またぐし、じゃあ何もない期間ってちょっと困るよねってなるし、いやどう考えてもね、2月の8日なのかおかしいよね。どう考えても2月8日がおかしいよこれ。なのでやっぱり楽天グループ全体ちょっとやばそうな感じがするけどね。えでメンバーズの皆さんはね、ハルミさんの情報を聞いてるとね、あやーべえってね、あのもろもろの事情を見るとね、アマゾンモバイルになっちゃうのみたいなねあのあれだよね、あのアマゾンに渡して、であのプライム会員がタダでくっついてくるっていう、そっちの方が嬉しいと思わない？なんかね、おじいはその方がいいと思うね。年間あれいくら取られてるっけ、4900円だからね、あの更新したばっかだけどさ、それがタダになるんだったら嬉しいけどね、ほんと。うん、アマゾンモバイルになってで1年間タダで、で3ギガまで0円でアマゾンプライム1年無料だったらね、嬉しいよね、ほんとね。そうなんねえかなはい、そんなわけで皆さんはこれどう考える？あの次のもっといいプラスのための終了なのか、それともいややばい終了じゃないのとか、どっちに見る？まあどの道いつ終わるのかは未定だからね。まあいつ終わりになってもそこのところは別に不思議ではないんだけれども、でもなんでこの時期なのってなるでしょ。不思議だよね、本当。で楽天モバイルはずっとキャンペーンやってるけども、であと考え方によっては端末あのウェルカムとかああいうのも全部入れて2万ポイントってほらやってるじゃん。今まで楽天モバイルは端末抱き合わせの還元とウェルカムポイントは違うんだっつってね、そうやってあの総務省に反発してたんだよ。でも全部のメリットねって、で1年間無料とかあの3ヶ月無料の人ってその料金も計算になるんだよ、あれ見るとね。でそれが違法じゃないかっておじいずっと言ってたけど、そこを突っつく人誰もいないんだよ。上限が2万円までっていうのは回線の契約と端末をセットで契約した場合に上限が2万円っていうのは、その月額料金の割引とかキャッシュバックとか、ね、あのポイントとか全てのもの、それを契約するときに契約することによって発生するお客さんのメリットの上限が2万円であって、端末をセットにして今2万円までになんとかやってるけど、でもこれ含めるとオーバーするから違法だよねってことになるんだよね。でもこれがいや0円を3ヶ月つけても0円じゃんって計算するのか、日給パの消費税かける最大3ヶ月をプラスじゃんって見るのかね。えじゃあそこがどっちなんだっつっても、実際に3ヶ月無料だったらもう関係なしに使うでしょ、現実問題として。だから数字を出せばオーバーしてるから違法ってことになるんだよね。楽天モバイルにしては最近ね、いろんなポイントバックをすごいせこい削ってきて、ウェルカムポイントまで入れて2万ポイントかよって、最近そうなってきた。あそれが本来の法律を守るっていうそれなんだよ。だ新規の方だったら2万ポイントでたらとかね、だそれでいいんだよ。ただこれがくっついてるとやっぱり違法なんだよ結局。で、でも慌ててなんで急にやめるのってことになるんだけどね。で、メディアにしても何にしても、黙認してるじゃん。で、あと楽天モバイル、弱いし、かわいそうだからって黙認してるじゃん。で、総務省も、そこのところ、つっつかないわけじゃん。ね、
だからここのところがね、まあ、何かしらちょっとこう楽天モバイルが今まで総務省に対して反発していたのに、なんか急にちょっと前からいい子になり始めてるような気もするんだよね。そっち関係なのかなとも思うし、ちょっと難しいねこれね。皆さんはどう読んでいますか、今回の3ヶ月突然終了、2週間後に終了してしまう。まさかその2週間で駆け込みを狙ってるのかな。それはないよね。ねえ、だって本来だったら12月とかまでにカバー率 96% 実現したら もっとね、早く KDDI を切ってるわけだし、順次これで快適になってるはずだから、だから本来だったらもっとね、苦しくないはずなんだけども、どこで歯車が狂ったんだろうね。さあ皆さんのご意見もお待ちしております。おじいでした。またね、バイバイ。